さあ始めていくぜ。18階層、ここはどうやら駆け抜けらしいからな。走るのみか。行くぜ。あ、出れなくなった。トワッと来た。この冷たい気配、出ましたね。誰が出た？聞こえる？何かあったの？そっちの状況をモニターできないんだけど、どうなってるか知らせて。あ、遮断された。ようこそ私の最も深いところへ。飛んで火にいるとはこのことね。抜けるしかない。でも何の策もなしにやってくるなんて。ここで決めると宣言してあげたのは余計なお世話だったかしら。自分から火に飛び込むのは小さな虫だけと聞いていたけど、最近は人間も死にたがりなのね。最近はって、お前最近生まれただろ。その最近は知らないよ、お前の。いいわ、それなら虫として潰してあげる。邪魔なサーバントはここで退治。あ、やっぱ走り抜けるんかな。その後にあなたは私に同化するのよ。キモ。安心なさい、痛みはないから。これはあなたのための毒、あなたのためだけに作られる最高の愛の形なのだから。本妻の前で堂々と浮気宣言。早く抜けろよ。別の猶予もねえ。そのたたれた頭ごと消毒してやります。証明衝突。どうかって考えがキモいです。間違いない。学校のいいこと言ってますけど、要は自分のものにするってことですよね。どうかはキモい。結論は同じでも、まだあのおっぱいお化けの方が可愛げがありました。恋人は物扱いなんて女の風上にも置けません。そもそもご主人様は私のものです。もう魂にまで唾つけて予約済みなんですからね。それは私と何が違うのかしら。まあ言い方の問題やな。内容がある。メルトリリスの内容がない、そういうことだ。何もかも違います。あなたの愛は運命同化体、私の愛は運命共同体。確かに一文字違うだけでこんなに気持ち悪さは違うんだな。ご主人様が得る喜びも苦しみも共に自分のものとする。愛する人の人生そのものを受け止める、それが妻の務めです。形に恋をしているだけのあなたに私のご主人様を渡すわけには参りません。感動すんな。ベルドリリスの愛は一方的な価値観によるもの。相手を自分に同化させる、つまり自分のものにするということ。早く抜けようぜ。本当に呆れたわ。私が人間扱いしてないですね。そんなの初めからそう言っているじゃない。開き直りましたか。人間的なものなんていらないの。だって感情とか気持ち悪いし、人形の方が愛しやすいと思わない？まあ、いつもあるものとすれば人形の方が愛しやすいけどな。リッパはただ他人に愛してほしかった。あのアルターエゴは自分だけが愛したい、そう思っている。理解してもらえて私もほっとしたわ。これで何に気を使うまでもあなたを取り込める。この変質ドールフェッチ、あんなのに捕まったらお先真っ暗です。逃げましょうご主人様。逃げろ。いつまで逃げられるかしら。楽しいハンティングの始まりね。おそういうことは奥まで逃げるかな。メルトリリスと戦っても今は勝ち目がない。全力で逃げろ。唾が出てしまった。こら。そうよ、他の人間たちにもこうすればよかった。逆だろ。あんな生もの視界に入るだけでお酒が走るわ。いやこれ、次からは片っ端からゴミ箱に流し込んであげる。シュレッダーにかける書類みたいにバラバラにしてね。これ画面固定されとる。 LR 効かなかったし。おい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 、2択。足止めんな。袋小路だったら確かに
所詮は人間のスピードね。そんな足ではどちらに逃げても同じことよ。このまま奥に進んでも兄さんたちと連絡が取れないのでは。手詰まりですね。こうなったら覚悟を決めて1秒でも長くあいつの邪魔をしてやりますとも。あ、回復を待つのか。でもその前に、おい、そこの変態。人間嫌いは結構ですが、それって矛盾してません？ご主人様とて人間です。あなた本当に愛せるんですか？愛しているわ。だって私が好きなのは彼であって人間じゃないもの。むしろ人間であることが唯一の傷よ。一緒じゃん、魂が好きなんだろ。今の狩りは楽しかった。おかげで私も本当にしたいことが分かったわ。あなたの人間としての部分をそぎ殺してあげる。完全な二次元キャラになる。私のものになりなさい。バレリーナを思わせる足の鼓動。メルドリースの足、体かける。今度こそこちらの息の根を止めようと躍動する。けどその直前、あ、また BB チャンネルか。そこまでよ。勝手が過ぎたわね、メルドリリス。え、な、何？え？なんかメルドリリスの SG もらうことが多いな。取りに行くんじゃなくて。おい、ちゃんと行き止まりがあった。ビビ。そんな、私のルールが一瞬で。どうしてあいつらに手を貸すの、ビビ。彼の味方をしたのではありません。あなたの邪魔をしたのです、メルトリリス。システムの改ざんは許しません。無適性が許されるのは私だけ。神は一体のみで十分です。あなたには必要なだけの力を与えました。自分の力だけで戦いなさい。本来の役割に徹しなさい、メルトリリス。私の背後を守るのがあなたの存在意義です。自分のことを棚に上げて。これだからオリジナルは優先順位をまるで分かっていないのよ。むむ、自分同士で足を引っ張り合うとか、いよいよ神がかったバカっぷり。それでこそヤンデレーズと笑いたいところですが、セラフのシステムを一瞬で破棄とか、本気で神様レベルになってません？あの方。確かに一瞬で書き換えたな。むむむ、幸先がちょっと不安ですが、それはそれということで、さあ覚悟しやがれツンツルテン。BB の気まぐれ一つで随分と威勢がいいのね。いいわ、現実を見せてあげる。私の愛がどれほど深く周到な蜜なのか、その体で思い知りなさい。これでやっとダメージが通るってわけかい。どうお料理しましょうかね。さ、溶けるように踊りましょう。母から希望に満ちたんだ。ウェイト2ターンある。その希望ごと無残に切り刻んであげる。おー、てか HP2000 ある。ちょっと一旦ガードと黒天道でちょっといいっすか。一旦だけ攻撃するか。よし、負けません。またウェイトだったな。あれ、攻撃しないじゃん。なんで。これが私の奥の手です。これ HP 2万ぐらいありそうだな。で
主戦力です。守りに入りすぎたか、全部ウェイトだったな。あ、違うや。行くわよ行くわよ行くわよ。ああ、守って1100。ちょっとでも圧倒的だな。まだ確かに基本性能が違いすぎる。ガードしてそのパンチ力やばすぎる。あなたはこれまで積んだデザートのカロリーやデザイン、あ、デザインや銘柄、カロリー量覚えてるかしら。私にとってドレインレベル、レベルドレインは呼吸と同じ。それでも知りたいというなら強さの銘柄だけは教えてあげる。私のレベルは999。戦闘力53万か。おお、えぐいえぐいえぐい。レベルの上限を、確かに超えれなければ。人間がいる限り私は無限に成長できるようになる。わーわーわー、本当の力。BB が制限してくれることを願うしかねえな。まずは片腕、まずは片足、次は片足、一つずつ私が溶かんで飲んであげる。恐ろしい。お、さくら、階段も復活した。右が正解ルド。心よりも体が反応した。あ、また逃げるんか。どこまで逃げられるかしらね。踊れ踊れアルブレヒト、私の思いを無視する報いよ。アイテムに釣られたらだな。まだどうせ取りに来れるわ。てか、おっせえな、あの人。あ結構余裕があるな。それでいいのよ、簡単に諦めない。うっ、その背中もっと切り刻んであげる。楽しいわね人間。クラッシュバンディク並みにさ、画面は固定されてるからさ、ちょっとやりづらい。方向変わるたびにさ、何このワカメの、ワカメを応用するかのような壁は何だ。リンたちのハッキング、あ、トラップ、誰のトラップ。身の程を知りなさい。でもワカメって言ったら何、無限、無限ワカメ、増えるワカメ、リードを広げよう。結構よ、あ、こっからクラッシュバンディングじゃなくなったわ。あ、なんか歩いてるんだけど。よいどんだこれ。キモこいつ。早い。アスリートだ。マスター、もしかしたら。あぶね。やりましたね、ご主人様。ああいう系のサーバー、相手強えわ。これがご主人様の。これ結構ロスタイム。色がさ、えぐいんだが。紫、えぐい。お。またワカメボールが。見つけて八つ咲きにしてやる。どうせ自信だろあれ。真 G だろ。まあ、とりあえず無視して奥まで行くか。探索は後からでもできそうな気がするからさ。とりあえず奥まで。随分とメルトリウスが距離を取った。確かに。あの壁は一体誰の仕業なんだろう。シンジ、復讐かしら。別にお前に恨みなんてないもん。単にお前を嘲笑いに来たのだ、来ただけさ。続けなさいシンジ。私の何を笑いに来た。
お前の無様さ、僕が死に追い込んだことにも気づかなかったり、自分の迷宮に地雷式防壁を仕掛けられてやってるのに、鼻歌混じりでやってくるのを待ち続けてたり、 BB に見かけられたのに自分のレベルを偉そうに公言したり、そのあたりの無能さ堪能させてもらったよ。滑稽すぎるな。離れた場所で会話聞こえている。同じ屋根、何信じないやつ。くだらないの。あ、一応見えるとこにいるんだ俺。覚悟を決めた。やるときはやる男だ、シンジは。ウイルス。勝手にドレインの王様気取ってろよ。煽りがいいね。味方になるといいね。このカマセイヌ。笑って見てられるわ。自殺してるね。おい、見れなくなった。シンジ、何考えてんのよ。分かってる、早く行かなきゃ。デスフラグです。火球の勢いで戻りますとも。至急来た道を戻ってください。シンジ。意外と近いとこだな。さあ、見れば見るほどワカメだな。増えるワカメ。僕なら自殺していると言ったわね。そう。なら望み通りにしてあげる。信じ。おお。ほら、無様なのはどっち？マスターなんて。サーヴァントがいなければただの人間。いえ、経験値よ。あれだけ私をイラつかせたのだもの。あなたの命だけじゃ飽き足らない。その全てを吸い上げて1キロバイトまで、いえ、1プランクまでスケールダウンさせてあげる。喜びなさい。あなたの才能は全て私。何？まさか信じ、体に毒を。何これ、どういうことなの。まったくさ、東坂たちも甘いんだよね。無敵を何とかすればいいとか、発想が二流のゲーマーだよ。鳥肌が立ってきた。無敵が切れた後のレベル差も考えておく。それが完璧な攻略、完璧なゲーマーさ。人の尊厳に満ち溢れていた。何をしたの、シンジ。どうして私のレベルが1にまで下がっているのよ。おお。あれ、言い忘れてたかな。僕さ、間違ってウイルスを飲んでレベルが下がっちゃったんだよね。おお、やるな、シンジ。気づかずに飲み続けていたらいつの間にかカンストしてたわけ。かっけえ。いや、驚いちゃうよね。レベルってさ、マイナス999まで下がるんだから。なんですって。じゃあ私は
マイナス999の負債をあなたからドレインした。おお、総裁。そんな、ありえない。自分の体をおとりにして私を罠にはめたというの、あなたが。とんでもねえ。身勝手で他人を愛せないあなたにそんなことできるわけが。そうだよ、その通りだよ。僕は子供でわがままで他人のことなんてどうでもいいさ。けどさ、ゲーマーとしてどうしてもオタクの方針は我慢できない。僕だって弱者をいたぶるのは大好きだけど、あれは自分の実力あってのもので、借り物の性能とかしらけるにも程がある。本当、チート行為とか虫巣が走るぐらいキモいんですけど。バーカバーカ、あとバーカ。信じ思い知ったか、アジア圏一のゲームチャンプをなめんなよ。おお、熱い。お、撃破可能障害に過ぎない。耐えれるぜ、これぐらい。天罰的面、因果応報。シンジさん、おただの嫌なワカメと見くびりましたね。あ、いや、私もそう思っていましたが、苔の一面を見せていただきました。苔、その誇り倍にしてお返ししましょう。そう、そういうこと。結局は私も最後は自分の心に閉じこもるしかないってわけね。いいわ、ここは引いてあげる。この階層はあなたたちの好きにすればいい。でもそれもつかの間の夢よ。私は誰にも邪魔されない場所でまた人間たちからレベルを吸い上げる。まだいるんか人間は。この私にふさわしい満足のいくレベルを取り戻したら会いに来るわ。それまで仲間ごっこを続けるのね。メルトは消えないんだな。ブイーンって。シュミューンじゃないんだな。サーバント以下の力しかない。早く行かんとかんな。そうだ、シンジを。シンジー。お。見ただろう。これが一流ゲーマーのコープってやつさ。なんかもう役割全うして安らかな顔になってる。大半が失われていた。メリトリリスの受けた傷とその後に注入されたウイルスで自害している。霊視の結びつきは溶け、外装も風化している。下手に動けば砕け散るガラス大工と同じだ。もうどんな回復も補修も意味はない。彼の体に死にかけているんではなく、もうすでに。わかってるよ。体を構成する量子が完全に消えるまで普通に話せるのがセラフのいいところだよね。やめろ、そう言って言うな。カットしてあったし全然痛くないからどうってことないんだけどさ。リアルに体が消えていくのは気持ち悪くて吐きそうになる。もうその機能もないわけだけど。うん、確かに結果的に俺のために対決してくれた。本当だよ。どんな理由だい？なんだよその顔。最後まで心機臭いやつだな。ああ、どうして僕がこんなことをしたのかわからない。そんなことで罪悪感いっぱいなわけ、お前。彼は得意げににやついた後、ぼんやりと迷宮の空を見上げた。まあさ、僕もさ、思い出しちゃったんだよね。
本当の記憶ってやつ。聖杯戦争の話だよ。ムカつくけど、お前に負けたんだろう、僕。確かに殺した相手のために命を投げ出すなんて想像できない。彼にあるのは俺への憎しみのはずだけなのに。そうだよ、すげえムカついてるよ。今でもお前なんか嫌いだよ。でもさ、お前泣いたじゃん。え？2回戦か3回戦の頃にさ、僕のこと思い出して泣いてただろ。知ってるよ。戦いの最中、自分は踏み越えてきたマスターたちを思い弱音を吐いた。でもあんなことで。そうだよ、あんなことでよかったんだ。聖杯戦争で優勝するなんて記録は残せなかったけど、それぐらいは残った。あ、そういうことか。なんだろうね、死んじゃうと安っぽいヒューマニズムに騙されちゃうくらいバカになるみたいだ。俺の中の記録に残ったわけだ。それが信心の中でとってもいいことだった。嬉しかったんだ。少し嬉しかったんだ。だからお前がここで消えたら誰も僕のために泣かないじゃん。そう思ったら仕方ないなって。本当に怖くて嫌だったけど、よく考えたらリアルな初めての友達だったし。なんか俺に殺された奴ら、まあユリウスもそうだけど、みんな友達言うな。本当は、本当に僕は死にたくなんてなかったけど、みんなそうだったんだよな。ちくしょう。そうだよ、どうせ僕は表に戻れば消えるんだし、元からゼロだったんだ。それなら何かすごい記録じゃなくて、僕のために泣いてくれたやつが残ってくれるなら、お前がつまんないやつでも思い出す誰かを残さなくちゃって。だからだからお前には残っていて。お前の勇姿受け取った。最後の最後に彼は俺を残した。輝かしい成績ではなく、自分のために泣いた取るに足らない友人を。シンジさんの生体反応消滅しました。この裏側での記録もサーバーからロスト。うるせえ。狩りを記憶しているのは観測していた私たちだけとなります。俺は刻んだ、背中に刻んだ、シンジを。参ったわ、ゲーマーも侮れない。一流のプライドかっこよかったわよ、シンジ。繋いだくれたもの。入り口の階段はまだ消えたままよ。繋げよう。奥にチェックポイント反応があるから、そこから一旦起動して。こっちは至急メルトリリスの彫像にダイブする術式を組み上げるわ。シンジが作ってくれたチャンスは無駄にしない。決着をつけてやろう。許せねえ。
お勤めの後は緑茶と羊羹オーバー、あとはなでなでしてくださいね、ご主人様。祈祷します。メルドのレリーフとんでもねえな、もうとんでもないポーズしてるよ。調子乗るなってんです。下品すぎる。確かに真のお色気とは隠してこそ引き立つもの、女神系なら気品を知れ。確かに、これやばいな、とんでもなさすぎるわ。ご飯にします？お風呂にします？あ、そういえばこのもふもふタイガーからいただきました。おい、シンジとの会話しようぜ、思い出話。おい、じゃあ次回シンジ、いやシンジじゃねえや、メルドリース攻略ということで、さよなら。